マザラン図書館、マザラン図書館、マザラン図書館はパリにあるフランス最古の公共図書館である。この図書館の前身は大変な愛書家であった17世紀の数奇教マザランの個人図書館である。最初の図書館は彼の司書係であったガブリエル・ノーデによって設立されたがフロンドの乱の最中にマザランがパリから逃亡した際に散逸してしまった。その後、 ガブリエル・ノーデの後を継いだフランソはドラ・ポトリの助力で、最初の図書館の残っていた蔵書を手がかりとして、新しい図書館を設立した。マザランは、遺言で、図書館を1661年に設立されていた、コレージュでキャトル・ネーションズに移動することを表明した。公衆には1643年に公開されており、17世紀末からは、コレージュの建造物群の登録を占めていた。 その建物群は1805年にはフランス学士院の宮殿になった。フランス革命期には6万巻を超える文献を保護した。公立図書館となった後に貴族や修道院などの膨大な増書を受け入れた。インキュナブラのコレクションの中にはマザラン聖書とも呼ばれているグーテンベルク聖書が含まれている。ありがとうございます。